ユールは古代ヨーロッパのゲルマン民族、バイキングの間で当時の頃に行われた祭りのこと。後にキリスト教との混交が行われたが、北欧諸国では現在でもクリスマスのことをユールと呼ぶ。英語でもユール態度と呼び、クリスマスの祝祭自体を指す言葉となったが、現在は午後とされている。北欧のユールには、 キリスト教伝来以前の習慣と結びついた独自の様々な習慣が見られる。スウェーデン家庭でのユールボードユールはもともとは北欧を含むゲルマン民族の祭りだった。ユールという語は10世紀の文献には登場する。古北欧語からの借入れ語でキリスト教以前の当時祭のことを指し、北欧では今もクリスマスを指す言葉となっている。当時の太陽が 再び力強い生命を持つ火を信念とし、北欧神話の神々、それも、北条と平和の神番親族ではなく、オーディンに、ビールや、イノシシや豚などを捧げた。これは、穀物霊に関わるためと言われている。特にイノシシは、フレイ人の象徴であり、神聖な生にとされた。現在でも北欧、ドイツのクリスマス料理は、豚肉がメインである。 スウェーデンでは、ユール進化と呼ばれる、オリーブ油と香辛料で長時間ハムを煮た後、蒸し焼きにした料理が振る舞われる。ノルウェーでは、ユールグリスというやはり豚肉料理、フィンランドでも、豚肉を用いる。他にも牛乳ち違いやベージョーを作る。クリスマスの料理を並べたテーブルは、ユールボードといい、この日に現れる霊たちに特別に用意された。季節や、 農作業の変わり目、特に当時は死者の霊、悪魔、魔女などが退去して現れると言われ、夜はユール霊園が現れた。1月6日の公原説までユールボードを用意しないと縁起が悪いと言われていた。ワイルドハントが広く信じられていたのは9世紀から14世紀の間で、特にクリスマスの12日間、抗原説にはその勢いが増すと信じられていた。 ノルウェーでは、ガンドライドとも呼ばれ、過去一年間に亡くなった人々の魂が空を駆け抜け、駆け抜けた地域の土地は肥沃になると信じられた。ガンドライドも、高原節のあたりに最も盛んになると言われた。スウェーデンのユール進化、豚のハムのようなもの秋に行われる、収穫祭は、来る冬をも暗示しており、収穫物は冬に備えて貯蔵された。冬の長い北欧では、 太陽の再生を祈るための祭りが、当時の頃に行われ、中世には何日もかけて、宴会をし、火を焚き、生贄を捧げた。焚き火は、暗闇や、寒さと戦う太陽の象徴であった。人々は、火の周りで歌ったり、飲み食いをしたりし、亡くなった人々の霊も宴席に参加すると言われた。また、中世のイギリスでは、12月と1月を指す十里という、 単語があり、これが、ユールの語源になったとも言われている。イギリスでは、ノルマン人がユールを持ち込んだとする説、もともと、イギリスでも祝われていたとする説と、両方ある。イギリスでは、後のクリスマスで広まったような、ユールログを燃やしたり、小動物を買ったり、緑の枝を飾ったりする習慣は、早くから行われていた。フィンランドではサウナに入る習慣がある。また、 イブの夕刻に墓地での喧嘩が行われる。セールチア祭ユールは12月13日のセールチア祭から始まる。その家で一番年下の娘が白いドレスに赤い帯、太陽を表すろうそくの冠をつけ、サンタルチアの歌を歌い、家族にケーキを贈る。お供には数人の星男がつく。この習慣は新聞社の美人コンテストに橋を発し、今では ノーベル賞受賞式にも組み込まれている。ルチア祭では、ルチア買ってるという歌詞をコーヒーと共にサービスされる。他に、ルチア祭では、星ぶどうや生姜、アーモンド、日記などを煮詰めたグロッグという飲み物もある。これがクリスマスには、ユールグロッグとなる。ルチアの元々の語源は、ルクスである。かつてはこの日に、太陽の再来を願って、 池に絵が捧げられたため、ルチアのモデルは、女神フレイヤとされる。ユールログクリスマス前夜に、炉で焚く、大きな焚き木のことで、ユールブロック、ユールクロッグとも言う。発祥は中世ドイツと言われ、本来は焚き火を焚く目的で伐採された。森で巨木を伐採して、多くの場合リボンで飾られ、家へと運ばれる。家に運ぶ際、同行しているうちで最年少のものは、 焚き木の上に乗ることができる。ブルターニュでは、家族の最年長者と最年少者がこの焚き木に乗って、祈りを捧げたと言われる。中世のフランスでは、農民が、領主の屋敷に大きな焚き木を運ぶ雰囲気が課せられた。また、イギリスでは、この習慣は17世紀以降になって普及した。焚き木を取るのは、スコットランドではカバノキ、フランスのプロバンスではカジュ。 セルビアでは、オーク、オリーブ、ブナを用いた。焚き木を家に運び入れる時には、ワインをかけたり、穀物を振りかけたりした。燃やす前にはチョークで人の形を描いたり、また、常緑樹の葉やリボンで飾ったりもした。ブッシュド・ノエルカは、クリスマス当日の朝に点火され、十二夜まで燃えているようにした。途中で火が消えると、その翌年は、 不吉なことが起こるとされた。この滝木には魔力があり、太陽の輝きを助けるとともに、この日の影に頭が映らなければその年のうちに死ぬとか、灰は病気や雷に効き目があると信じられた。また、海葉や土を井戸に入れると、牛が安産である、豊作になる、水の味が良くなるなどと言われた。ユールログの最盛期は19世紀で、今は廃れたが、 この焚き木を模したチョコレートケーキであるブッシュ・ド・ノエルにその面影を留めている。ユール・ログの一番古い記録は1184年のドイツのものであるが、後にイタリアのアルプス地方、バルカン半島、北欧、フランス、イベリア半島でもこの習慣が見られるようになった。ユール・ゴート元とは北欧神話の神ールの車を引いた2頭のヤギにちなむ。 トールは、ユールの時期に、この二頭はほふり、他の神々に振る舞った。翌日ヤギを殺したことを後悔したトールは、ミョルニルでヤギを復活させた。北欧では、ユール号とは目に見えない動物で、クリスマスの時期直前の街を訪れ、すべての準備ができているかを確認する。もともとは、吉祥の双方をもたらすとされる、日本の生ハゲのような存在であり、 サンタクロースとは、対照的に、人から贈り物をねだる存在でもあった。フィンランドでは、子供を脅かす醜い生き物とされ、家庭では、男性がこのゴートに噴して、子供を脅かす役目を負った。スウェーデン語では、ユールボック、ノルウェー語では、ユールブックという。キリスト教と同化するにつれ、プレゼントの運び手、後に、ユールトムテのソリを引く役目となった。また、 藁で作った、このヤギをクリスマスのデコレーションとしたりもする。巨大なユールゴートが街中に飾られることもある。また、ノルウェーの田舎とアメリカのノルウェー人居住区域のクリスマス、仮装大会もユールブックと呼ばれる。子供たちの格好はハロウィーンに仮装してお菓子をねだる、子供のそれに似ている。クリスマス道家とも呼ばれる。ノルウェーでは他にも、 若者が、ヤギの紛争で家から家に行って、簡単なお芝居をし、飲み物や食べ物をもらうことがある。また、ユールトムテも、ユールゴートが起源と言われる。粥をもらう、ユールトムテ北欧のサンタクロースは、ユールトムテやユールニッセと言われる。ユールトムテは、スウェーデンのサンタクロースである。もともとはノームで、赤い帽子に、白く長いあごひげを蓄えている。 もともとトムテは人間に善行を施す要請で、家事を手伝ってくれたお礼として、クリスマスにワン一杯のスープ、またはカユをもらうユールニッセは、デンマークのサンタクロースで、やはりノームである。こちらは、灰色の服に赤い帽子をかぶっている。北欧のサンタたちは、煙突から入るのではなく、直接、子供たちにプレゼントをくれる。ゲルマン民族の国ではないが、 フィンランドのヨールプッキは、玄関をノックして、良い子はいるかどうか確かめると言われる。アイスランドのユールラッズは、悪いサンタクロースとして有名である。キリスト教のライバルだった、ミトラ教は、ゾロアスター教発祥で、太陽神ミトラを崇拝しており、このミトラ神が再生する日が当時であった。キリスト教は、旧約聖書のマラキ書の、義の太陽に、イエスをなぞらえ。 ミトラ教同様に、12月25日を祝うようになったという説がある。325年の第12回夜行会議で、キリスト教会は、復活日を正式決定したが、イエスの誕生日については当時それほど重要でないので、話題になっていない。キリスト教とミトラ教の融合、そして、当時祭の伝統を持つケルト民族やゲルマン民族を、 統合する狙いがあったとも言われている。また、真冬の時期で、餌の少ない小鳥のために、ユールネックと呼ばれる、麦の穂束を立てる習わしもある。サートゥルヌスの像ユールログ、ユールゴート、ユールシンギングその他のユールに関する系統のものは、キリスト教以前からの祭りで、はっきりした日付はわからないが、13世紀の時点では、11月14日から12月13日の、 間であったと言われる。その後、年末の時期となったが、ユールの時期を、いつかであるか特定するのは難しい。神々に供物をする時期は、他に参考となるものが見つからず、真冬の祭りに一体化させるというのが、一番信頼性があると思われる。また、初期のゲルマン人の天文学の知識は大雑把なものだったとも言われている。ユールは、 古代ローマの当時祭であるサプルナリアに起源があるとも言われる。この祭りはもともとローマ神話の農業の神、サートゥルヌスを祝うもので、12月17日に行われていたのが、1世紀頃に12月23日に行われるようになった。この日は完全な安息日で、儀王が登場した。古代ローマには、カレンズという年明けの祭りもあり、これも、 サトゥルナリアと同じやり方で行われた。神異教主義の宗教である一家の信者は、それぞれの家庭でこの祭りを祝うとされる。マルドワインに日本語版として、グリューワインという記事があるが、記事中で、北欧のグロッグに言及されていないので、英語版に仮リ,リンクをつけている、武田達を白夜にこだまする。 月祭の歓喜北欧生活誌170ページによれば、ノルウェーもニッセである。フィンランド語で、ユールゴートを表すヨール仏器と同じ意味であり、フィンランドでは、ユールゴートすなわちサンタクロースである。祝祭の場で王の代わりに殺される行。ありがとうございます。